あまたのダーツプレイヤーたちがこの栄光を目指し激戦を繰り広げた。そして1484店舗から選ばれし強者32名、国内最強が決まるソフトダーツジャパントーナメント09ファイナル。全国で行われた予選を勝ち抜き、このファイナルへと進んだ精鋭たち、上位4名のみに与えられるスーパーダーツ2010への出場権、さらに国内最強の称号を手にすべく戦いが繰り広げられた。ゲームは901マスターアウト、クリケット901マスターアウトのベストオブ3、予選を勝ち抜きベスト8、クォーターファイナルマッチ3を制したのはアツシ。ベテランの流星ボボに粘り強いダーツで勝利、セミファイナル進出を決めた。アツシアウトスワローアツシアウトスワローズ。多少波があるんですけど、まあ徐々に自分のダーツができているかなと。全力出されてやっぱり今日も無理なので、ぜひ次は勝ちたいと思います。自分の中でパーフェクトなダーツをして、絶対勝っていきたいと思います。クォーターファイナルマッチ4を勝ち上がったのはイログリー。マッタガをストレートで下し、その強さを証明した全大会のファイナル出場者。ウィナー、ヒログリー。ヒログリース。去年よりもやっぱりレベルが高すぎて、本当にワンチャンワンチャンみたいな。なんか去年と全く違くて、俺練習しといてよかったな。去年は、いかに目立つダーツを打てるかっていうあれでやってて、今年はもうとりあえず去年目立ったから、今年はもう勝ちに行くダーツ、勝ってからのインパクトですね。今年は勝ちに行きます。負けません。そんな感じです。どうぞよろしくお願いします。それではまた2人、通算の通算をお願いいたします。セミファイナルマッチ2、アツシアットスワローズ VS ヒログリース。まずはヒロから先行決めのコーク、続いてアツシ、ファーストレッグ先行はヒロ。セミファイナルマッチ2ゲーム。
ヒロ、3連続ハットで引き離しにかかる。アツシも譲らず。5ラウンド披露、ハイトン狙いでフィニッシュ圏内を目指すが惜しくもならず。ヒロ、フィニッシュなるか。見事ダブル16を決め、21ダーツでフィニッシュ。ヒロがファーストレッグを制した。アツシ、セカンドレッグ巻き返しなるのか。3ラウンドアツシ、ホワイトホースは逃すものの18、17とクローズ。ヒロ、20クローズならずも16をプッシュでオーバー。
ここで淳16をクローズ。ヒロ15のセブンマークでオーバー。6ラウンド淳確実に15をクローズし、残すはブルのみ。ヒロパットで食らいつく。淳フィニッシュなるか。ブルでオーバー、チャンスを待つ。アツシ、最後はブルでフィニッシュ。ヒロの粘りを振り切り、勝負はサードレッグに。サードレッグ先行決めのコーク。先行はヒロ。ファイナル進出をかけたこの一戦、どのような展開となるのか。パットで引き離しにかかる。
6ラウンド、ヒロフィニッシュ圏内に。追う淳、ハイトンで食らいつく。ヒロフィニッシュなるのか。フィニッシュならずもナイスアレンジ。アツシ、アレンジならず、ワンチャンスを待つ。ヒロ、見事ブルを決め勝利。アツシとの熱き攻防を制し、ファイナルへと駒を進めた。では、お話しお伺いでよろしいでしょうか。あ、こちらでじゃあお願いします。さあ、勝ちましたけども、今の試合を振り返っていかがですか。最高です。どう最高ですか。考えてないですちょっとカメラ目線をちょっと気にしたんで、カメラちゃんです、はい、いいコメントお願いします。勝ちました、ありがとうございますこれからですね、もう今回ですね、もう最強をかけてソフトダンスジャパントーナメント戦うわけですけども、決勝戦、その決勝戦に向かっての意気込みを聞かせていただけますか。まあ、見とってくださいありがとうございました。ヒロ選手でした。譲れぬ思いをかけたハイレベルな一戦、勝者の名はヒログリース。いよいよ次回、国内最強の称号をかけ、後藤とのファイナルに臨む。